今日はわし、ぬくいカイトの冬休みのとある一日を紹介していく。今日は早朝から友達のショウゴと釣りをする約束をしちょるんで、いつもより早めに起きちょります。寒いけ適当に顔を洗っていく。ばあちゃんおはよう。ふー、眠気まなこで朝飯を握っていく。これは後で食いますです。じいちゃん行ってきます。御年70歳のばあちゃんとじいちゃんはいつも早起きっす。釣れんの？そうじゃな。あ、かかった。わしもだ。やった。一旦家に帰って髪の毛をセットしていく。牧場の手伝いは小さい頃からやっちょりますです。親からは別にせんでもええって言われちょるけど、これがわしの日課というか、なんだかんだ好きなんすよね。心ちゃん、受験勉強大変なんじゃろ。たまには息抜きもしいさいね。はい。カイト、心ちゃんが遊びに来てくれちょるよ。で、あれ、さっきまでここにおったんじゃけど。おい、カイト。あの可愛い女の子はわしの彼女の心です。なぜわしが隠れているかというと、なんだか最近あの子を見ると体が熱くなってきて、うわー、叫びたくなってしまうんす。見つけた。しまった。待って。なんとか負けたみたいっす。もう。本当はもっと話したりしたいんじゃけど、心臓が苦しくて無理そうっす。はぁ、あ…おっす、悪ガキ。なんじゃい、ちびガキ。キャンプしよう。おう、ええよ。行ってらっしゃい。この町唯一のコンビニに、キャンプで使う食材を調達しにやってきました。あ、ココロちゃんじゃ。オラたちとキャンプせんか？え、ごめんね。私今から勉強しなきゃ。で、え、そっか、残念じゃな。やっぱり行く。お、心。見つけた。うっ、私キャンプ初めて、楽しみだな。料理は割と好きです。ねえねえ、私も何か手伝おうか。あ、大丈夫、座っちょけ。え、うわー、お、ココロちゃん、焼きそば食うか？え、おいしい。ココロはいつもうまそうに飯を食います。わしはこの姿を見るのが好きです。かわいかろう。みんなは湖の方へ遊びに行きました。わしは朝5時起きじゃったんで、少し眠ろうと思いますです。これは、なんと。よいしょっと、かわいい。なんか、あったけ。起きた。うわ、そろそろ起こるよ。今日はめちゃくちゃ楽しかった。今度は二人で遊ぼうね。おう、それじゃあ、またな、なに。もう少しだけ一緒にいたいな、なんて。へ、風邪ひっけ、もう家に入りいさいな。じゃあね。最近の心はかなり積極的っす。もう、絶対あいつ私のこと避けてるわ。ふぅ、まったく、あれ以上一緒におったら心臓がもたんて。あ、心からラウィンじゃ。やっは。
く。遠隔でもわしを殺しに来るとはさすがじゃの。ありがとうございます。ふぉー、昔の女に別れを告げました。今までありがとな。わしはこれから心一筋になるけ。じゃあな。お前宛になんか届いちょったよ。そうじゃった。心と付き合う前に注文しちょったんじゃった。ふむふむ、お前は本当に動物が好きなんじゃな。勝手に入ってくんな、ババア。ババアって言うな。ポスターは結局正午にあげました。ありがとな。もしもし、ココロちゃん。面と向かわなくていい通話なら普通に会話できますです。でね、ああでこうで、あれがああなって、私も関西弁練習しようかな。うわぁ。心の話は結構長いっす。女はこういうもんじゃとどっかで聞きました。でも声が聞けて嬉しいっす。え、わしの写真が欲しいって？ええよ、今から撮って送る。わ、やった、待ってるね。ね、もしかして寝てる？おい、おやすみカイト。これがわしの一日でした。おやすみなさい。はい、どうもにゃ。皆様、新年明けましておめでとうございます。今年もコテゴロチャンネルをよろしくお願いいたします。くるくるくるりん。監督、正月は実家でゴロゴロしてるが、皆様はどうお過ごしですか？ここはお前の実家じゃねえ。お？神聖なる神社だ。汚れたものは出てけ。出たな、妖怪。やめて。ダダ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 。そうだ、猫神の野郎に追い出されてしまったので、昨年動画で活躍したキャラクターたちのお正月を覗きに行きたいと思います。トラ君、今年の干支がトラですね。私なんだか嬉しいです。ふん、これは何でしょう？ゴミ？次行ってみよう。ではないみたいだな。はぁ、あたたたたたたたポチャーン。ふぅ、じ、間違えてる。ちゃんと教えたよな。お仕置き。お？お前、正月もそれやってんのかよ。黒みまで。この儀式をすることで町に結界が張られて平和が守られるんだ。だから正月であろうと漆黒の堕天使は休むことはない。あっそ。黒みたん、年賀状持ってきたよ。聞いてください、今日の最後の曲です。みんな手を挙げて。タコ揚げ楽しいね。それタコじゃなくね。お姉さん、僕とお茶しない？しません。いらっしゃい。お昼は吉高さんが大好物の幕の内弁当ですよ。本当？いつも作ってくれてありがとう。午後からも頑張りましょうね。ああ、みんなお正月楽しそうにしていましたね。今年もいろんなキャラクターで物語を作っていけたらいいなって思っています。頑張るぞ。いつも皆様ご視聴いただき誠にありがとうございます。それでは次回のお話もお楽しみに。また会おうね。すげー。